今日からこのクラスに転入してきた久上梶香さんだ。久上さんはお父さんの仕事の都合でずっとアメリカにいた。わからないことも多いと思うからみんな教えてやってくれ。銀色の瞳、本物の美少女だ。お前声かけてこいよ。だってく久上さん、ん、あのやだ、私ったらなんで赤くなるの。私山手ゆい、よろしくね。よろしく。そらすんだ。私が気に食わないのか。全然そんなこと。それならいい。ねえねえ、何話してんの。混ぜて混ぜて。日本に来るの初めて。英語ペラペラなんでしょ、うん、ずっとアメリカにいたの。もしかして向こうに好きな人とかいた。好き、好きではなく、愛しているものならいた。愛？ムスターファはどんな男より大しく強く美しかった。ムスターファ。瞳は緑と金色のまだら。夜にはその瞳がトパーズのように輝いた。トパーズ。私たちは片時も離れたことはなかった。寝る時もよく彼の銀色の毛皮をすいてやったものだ。毛皮？え？毛皮？そうだ、ムスターファは純白に銀色のまだら模様のある白ヒョウだ。みんな怒っちゃったよ。バカにしてるって。なぜだ。本当のことだぞ。私の愛したのはムスターファだけだ。10年間一緒に暮らした。ずっと一緒にいたかった。あの、どうしたの、そのヒョウ。死んだ。どれだけ一緒に死にたいと願ったろう。ムスターファは私の全てだった。ごめんね、私信じるから。私カジカだ。カジカ。今日の授業は楽しかったぞ。今までうるさくメニューが決められていたからな。この機会に好きなものを思いっきり食べてやろうと思ったんだ。わかる。うちもお母さんがピーマン残すなとかうるさくって。少し食べるか。はい、いいの。いただきます。気持ち悪い。ベタベタしちゃってさ。ねえ、
今のどういう意味？だってねえ、まあわかるけど。何よ、言いたいことあるならはっきり言えばいいじゃない。久上さんってあっちっぽい。うまいか？うまいだろ？うん、最初からそう言えばよかったのに。イチゴが欲しかったんだろ？さあ取れ、みんなの分もあるぞ。ありがとう。よかったでもこのイチゴ本当に美味しいねえ、美味しい。ゆい、ゆい、待て、どうした？いいの、ほっといて。余計なことしてごめんね。余計なこと？喧嘩したこと。かしか、みんなと仲良くしたいんでしょ？私は普通に付き合いたいだけだ。ボケっと歩いてんじゃねえよ。すみません。どうしてお前が謝る？ぶつかってきたのは向こうだぞ。かしか、それが三年に対する態度かよ。謝れ、ユイに。なんだと？かしかやめて。謝れと言っている。覚えてろよ。やばいって有名なんだから。やばい？誰だろうと、謝るべき時は謝らなきゃいけない。そうだね、カジカの言う通りかもしれない。さっきは拗ねてごめん。私は大人に囲まれて育った。だから同い年の同性の友人はユイが初めてだ。嘘。ずっと私の友人でいてくれるか？そんなの当然じゃん。よし、約束だ。カジカ様、お遊びが過ぎます。遊び？私はいつでも真剣だぞ、虎之助。はあ、僕だって真剣にボディーガードやってんのに、ちっとも言うこと聞いてくれないし。申し訳ありません、どうしてもお友達と歩いて帰りたいとおっしゃって。君のせいじゃない、カジカ様が一度言い出したら誰も止められないさ、あの人以外はね。リムジンで送り迎えされるお嬢さん。はあ、僕だって真剣にボディーガードやってんのに。いいか？だがこうして歩いてみるのもいいものだ、いろいろな発見がある。そうかな、私にとってはいつもと同じ平凡で退屈。ちょっと顔貸してもらえねえかな。確かこいつら学校で私にぶつかってきた三年女子の仲間だよ。お前に会いたいって人がいるんだよ。カジカ！ユイを離せ。話なら聞く。物分かりがいいね。カジカ逃げて、まともに話が通じる相手じゃないよ。こいつ。カジカ様、トラノスケ、ユイよ。会いたいというのはお前か？いい度胸してんな。
心配すんな。可愛がってやるからよ。こいつ。何してんだよ。さっさとやんないんなら、私がやるよ。よし。この女は俺のもんだ。何言ってんのよ。くだらない。どうやって私を自分のものにするというんだ。私の心はここにないというのに。暴力で人を自由に操ろうとする限り、お前たちはその小さな枠から逃れられない。てめえ何様だよ。余裕こいてられんのも今のうちだよ。やっちまいな。子供相手に少し酷だったかな。来たのか、リーレン。お前が呼べばいつなりと。確かにそこだけ日常とかけ離れた空間があった。